捕獲問わーず皆様、こんにちは。本日も、捕獲問うーわずのお時間となりました。沖縄市議会議員の中曽根誠です。よろしくお願いいたします。そして、さあ、今日もですね、えー、桑井直也議員、遅れております。<お>はい、残念ですが、皆さん。<laughs> そして、えー、進行はですね、<laughs> FM コ座の山内と、そして、 アシスタント上条美希ですそして、今日はですねなんと「超常現象スペシャル捕獲問わず、えー」今日はですね、都市伝説編ということでお送りしていきたいと思うんですがこの「超常現象スペシャル」といえばこの人どうぞ。ちなみにキーです <laughs> なんで「頂上現象」といえば僕になったりもそういえば初めて聞きましたねそう初めて聞きましたけどそういうことなんですねそうですねゲストで出てはいますけど真悟地さん今日ファンシーでああ そだからもう眼鏡とか帽子とか持ってないから、はい、でもう自分で行って何も準備がないってい, <laughs> いやいやネタはいっぱい持ってきましたさすがはいさあ、えー、今日はですねお送りしている通り第5週目ということで5週目の月曜日は「うんえー、捕獲問わず超常現象スペシャル」となっております<わ><お>皆さんぜひですねこの今日は都市伝説編ということで <laughs> お送りしていきますので、えー、皆さんも 都市伝説があるはずです。<laughs> はずです。か、はい、<laughs> 期待を込めて。はい、そうです。なん <laughs> でしょうね。ぜひですね。それを送っていただきたい。あるいはですね。うん、僕らがその都市伝説紹介していきますので。うん、それに対して、ご意見、ご感想、うん、反論等々ありましたら。はい、あのー、ぜひ送ってきてほしいなと、参加していただきたいなと思います。お願いします。この番組は保守系議員中曽根誠さん、そしてくわえ。 えワイ井経議員じゃない。確信 <laughs> <laughs> 経議員、イナオヤさんによる、捕獲を超えてもっと沖縄市を良くしていこうという、トークバラエティー討論番組でございます。はい。はい、えー、皆様の意見、ご意見、ご感想お待ちしております。メールアドレスは、761-fmcoda.jp までよろしくお願いします。お願いします。皆さん、ぜひですね、今日も参加して盛り上がっていきましょう。それでは、 一旦 CM 行きます。聞こえますうんうんうん聞こえる。大丈夫。ここれれ瀬さんミですよああ、ごめん。うるさかったはい。あうるさかったっていうか。申し訳ないです。ああ、こっちのが壊れてんですよ、1個。ボタンがなくなってるんですよ、こっち。ああ、そうだね。うん。 都市伝説でもねこれ都市伝説っていうか要はただのスまあ,そあます、ね、普通こういうのって都市伝説ってもっともっと大きな話だよね。 さあ、えー、お送りしております。捕獲とーズでございます。今日はですね、捕獲とーズ頂上現象スペシャルということでお送りしていきます。この後7時まで生放送でございます。皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ、皆さん始まりました。はい。 どうですか、意気込みをじゃあ、一人ずつ。まずは、ええー、ミッキーからお願いします。こっからですか <laughs> <laughs>。ゲストからいきなり。<laughs> そうです。<laughs> <laughs> 意気込みですね。はい、まあ、今日、都市伝説っていうことで。はい。あのー、まあ、いろいろあると思いますけど。はい。あのー、なんていうんですかね、昔から。あるものだったり。はい、うん。実際、う、はい、ん、なんで、理由考えたら、こんなのありえないんじゃないのっていう。話だって、結構。はい、はい、はい。あるじゃないですか。はいはいはい、ありますね。で。 まあ、今日は、まあ、そういう話ではなくて、あくまでもこんな都市伝説があって、怖いと。いう風うな、ていで話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。<laughs> 今日葬式帰りですか。あ、え、うん、うん,ん。あ、ネクタイが。うん、そうで、私は今日葬式の帰りです。<laughs> 違うんでしょう。<laughs> ついて、ついてきてるかもしれません。 あ、違うんですか？違います変なハンドつかんでいいんですよ。変な変な風に降らないでください。な。んか葬式みたいな格好だなと思って。はいはい、僕は終わってます。ありがとうございます。さあミキちゃんは。意気込み？意気込み。はい意気込みは、私ねあの幽霊とか。 あの怖い話っていうか、うんうん、人間の心理はすごく興味があるんですけど都市伝説とかあんまり興味がなかったんですよ。はい、だけど、はい、なんかちなみッキーさんがさっき、うん、なんか面白い話するって言ってたから、はい、ちょっとワクワクしてきました。<laughs> よろしくお願いします。なんでちなみッキーにこのベか全部が向いてますね。そう, <laughs> そうですか。だってほらあの何ヶ月かに1回しか来ない人じゃないですか。あなるほど、うん、余計スポット当てようと。 じゃあマコツさん。はいはい。はい、まあ僕は全国の市議会議員でもおそらくトップクラスの都市伝説マニアなんで。そうですね。はいはい。はい、まあ怪談系オカルト系ですね。うん。だから今日は楽しく話を聞かせていただきたいなと思,、はい、思ってます。なん <laughs> せあれですからね。ね。山内さんに沖縄の歌気の本をあげた人ですからね。うん、そう。あマウタキの本でもないけどね。<laughs> <laughs> 結構まあまあねそういうのは大事ですよ <laughs> 大事大事 <はい S 2> さあそしてえニコニコとして登場してきました<当>どうぞご挨拶さつはいはいぐすよくわえなおや,やいびん今週もよろしくお願いしますすいません <laughs> <laughs> すみませんまあ今日もですねすみません <はい S 2> ちょっと子供ず連れなんですが <うん S 2> 別に妻が逃げたわけではないんですけども <うん S 2> ちょっと あれ設備してよねしたかな何ですか奥さんとギクシャクしてる学校はしてない学校行っててちょっと遅いんですよね今それですみませんちょっと8月まではあのこういう状態ですのですみませんよろしくお願いします今結構自分で自爆してるんですけどあれですよ今意気込みのコーナーです意気込みのコーナー京都市伝説スペシャルどうしようか今心配してます はい、一応、一応、ちょっと、余裕 <laughs> うん、オッケーです。じゃあ、早速。山脇さんの意気込みは。<laughs> あ、僕はもう、かなりのあるですから。何ですか。あの、都市伝説マニアです。おお、オタクっぽい顔してますね。初めて聞いたけど。マニアっぽい顔してますね。そうなんですよ。<laughs> もう、びっくりするぐらいね、皆さんが。<laughs> マニアですので、えー。いろいろと語っていきたいと思います。それでは。

沖沖縄縄詳詳ししいいからそうっすね <laughs> じゃあモコツさんからいきましょう <laughs> はい、はい、台本も全部用意してきた何がいいのかなすごい、ね、都市伝説階,階段でもいいの階段,階段でもいいですよ <laughs> あの僕結構あの付き合いでやっぱ飲みに行ったりとか多いんですけどあのよくですねよくでもないけどタクシーで帰る時がことが結構あるんですよはいはいはい 遠出した際にねはい、はい、でやっぱりタクシーの運転手さんって夜ずっとね運転してていわゆる夜よ若い女性を乗せていつの間にか消えてたとかね定番があるじゃないですかああす、ね、濡れていたみたいなね、うん、がだから結構ね、うん、あの酔った勢いで「はいはい、なんか怖い話ありますか?」って聞いたりするんですよで最近最近でもないかちょっと前に聞いたのがあの棒 動物園のところにですね某動物園沖縄もいくつか動物園があると思うんですけどあ某動物園の近くにですねお墓がたくさんある場所があるんですよ。でそこら辺でお客さん降ろした時に、はい、よくあのなんだっけ怖がってからまたタクシーに 走って戻ってて戻きたりするお客さでいそれで何を見たかって聞いたらこれは決まってないんですけど女の人が立ってたり、うん、あるいは男性が立ってたりはいは、はい、っていう話があってですね、うん、でよく幽霊を見るスポットがあるよっていうところを聞いたんですね。またこの話を ま要は霊感があるような人に話したことがあってその人曰く向こうにはあ、ななんか天に近い場所らしいんですよ霊界っていうかう要はそういう歌木とかじゃないけどそういう霊域的な、はい、だからあっちには実は天国に登る階段があってで亡くなった人がそこから登っていく場所があるんだよって聞いたことがあってですね 集まる場所があの辺にあるそうですよなるほどはいっていう感じでございましたさようならどうでしょうかじゃあミキーさん <laughs> ずっと聞き入ってましたが <laughs> えーあのー、<laughs> <笑><笑>ごめんこのまま <laughs> しでその暴動物園っていうのはミニうん お普通の普通の普そうなんだ二択でしたね見るも迷ってたうボードでもほら名古にもあれしそうそうですねでこれは結局そのなんていうのそういう意味でよくまあそのなんていう見るあのあれが多いとそうですやっぱ集まるところってあるんですかねそうですねちなみにまた水 水辺があるからさよく言いますよね、うん、なんか水辺のるといい水辺になんか集まるっていうさねうん、うん、だからあっちまあ池もあるんで大きい池が王、うん、動物園のちなみに地元じゃないですか、うん、知ってましたいや初めて来ましたね僕も初めて聞来ましたんだいやまあねこれはまあ あの結構マニアックな話題なのであなるほど皆さん普段はは、ね、耳にしないかと思うんですけど僕はもう絶えずネタを探してますんでルドルフさん来てますね証拠を出さないとあかんわ <laughs> <laughs> 何を見たのか確認しに行かないんですか <laughs> っていうことでまあ僕らはね結構確認は行ってますよね、うん、確認行ってますここは行きました、うん、あのー なんんていうですかね免許取ってからですねもう20年ぐらいになるんですけどちなみっきーさんとですあ他にもメンバーいるんですけどよくそういうスポットは若い頃若かりし頃にね行ったんですけどね証拠は一切見つけることができず証証拠拠はなないいでですす例えば一緒に行ったんですよね、そこもはい行きました行った時に何かを感じたとか。 二人ともあのこの何かを感じるとかもちろん撮影をしたこともありますありますであの「あここで言うのはやめとこうか」って情がきそうだから一応そういったことをしても何も感じなかったし誰かの身に何か起きるようなこともなかったし証拠として映像が残ることも一度もなかったですはい。 <laughs> <laughs> でこの動物園のところはまあこれは地元だからね行ったっていうよりはもう常に普段から、うん、あのねあの目にするところだからだからもう何ていうのが当たり前すぎてですね、うん、当たり前すぎてっていうのはいつも見てる場所だから<ー>そこで何かを感じるっていうことはほぼなかったです今話聞いたこと自体これは初めてだったけどそこで何かを感じるってことはないんですか、うん そういうい目的で行ったことはないですね<ー>、うん、このタクシーのおじさんは、うん、この戻ってきた女の人たちが何を見たとかは言わなかったんですかあだからこのあのそうそう女の人見たよとかおじさん見たよとか<ー>っていうのですぐダッシュで戻ってきたとかさこの天国に登る場所があるっていうのはタクシーのおじさんが行った話ですか霊感ある ある方がおっしゃってました。言っ、えー、みたいな。そう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 、えー。さあ、ええー、コメントも来てます。レナさん、うん、湖海池トンネルが集まりやすいよね。うん。自分霊感強いんで体ですぐわかります。ほら、これそうそう僕ちょっと疑問に思ってたんだけど、<ー>はいはい。おあのー、向こうあのー、沖縄県外で。はい。 スポットって言ったら必ずトンネルが出てくるんだけど沖縄県はトンネルの話一切出ないじゃないですかわかります沖縄県のテケテケぐらいですね沖縄県の心霊スポットでトンネルってないよね危ないね一応さ浦添に棒なんちゃらトンネルとかは聞くよあああったねあれってたよね。あんたいな会話なってすすけどいませんあそっかあったねそういえばねでも何もなかったけどね なんか上に変なのがあったりしてでも、あ、なんかの。お墓があったあの、偉い人の。偉い人。そうそうそう。ええ、そう、うん、お墓。近くにね。ね、近く、うん、そうそう、近くに。あ、知ってるんですか、名前。誰でしたっけ。ええ、そう、ええ、そう。あ、そうそう。ええ、そう。うん。ああ。後のしょう。しょうし。小橋。小橋。で、どこの話今。浦添の。浦の 大公園のところでしょ。みんな有名あ、うん、そことは違うやん。あ、違うんだ。うん、あのもっとちっちゃいところ。京塚とか。警察署の近く。うん、京塚だね。京塚ね。京塚。で、よく聞く名前だけど、王様ではない。うん。京、うん、塚とかはね。結構ありますよね。<laughs> うんなんか話聞聞聞くんですすすかききます聞きますあの辺りはねやっぱありますよこのね土地土地によってやっぱりちょっと雰囲気が悪いとかうん、うん、暗いっていうのはありますよね確実にこれはもう科学は許さないっす <laughs> はい <laughs> <laughs> そうですねなんでじゃあ続いてありがとうございますこ琴さんとっ、はい、かかりとしてはもう結構いい ネタじゃないでしょうでしょでも証拠がない、はい、だから証拠はない <laughs> 証拠 <は S 1> 聞いた話じゃあの中曽根さんの話じゃないんですか <laughs> あ、僕の話あ,あ,あ、じゃあ後でやるから一巡してからね<は>オッケー。じゃあ続いて長谷さん <laughs> いややっぱこの第5月曜日でこんなこんな 大変だね。大変ですよ。急に都市伝説って言われてさ、自分でこしらえないといけないでしょ。腰をえない。腰をえてはいない。実を、あ、実実だ。そうですよ。一応いろいろまあ悩んだ末に考えてきたんですけど。ありがとうございます。考えた。作り話でもないんですけど。はいやあのまあ棒ね。あの。 あるショッピングセンターの近くに、まあ沖縄市の近くですけど、はい。あの、アメリカの秘密結社の。<laughs> 秘密結社があると。いう話なんです, <laughs> す、ね。はいはいはい。<laughs> なインターネットでいろいろ調べてみると、有名なんですね。<laughs> うん、有名ですね。<laughs> まあ、アメリカのフリーメイソンという、<laughs> まあ歴代大統領みんな。ほとんどが、この秘密結社に。 所属してていると言われ今のオバマさんであったりトランプさんが入ってるかちょっと分かんないんですけど以前のブッシュ大統領はそのフリーメイソンだったという話なんですけどよく皆さん1ドル札であのピラミッドの絵が描いてあるの見たことありますかね、まあ、そのピラミッドの上に目がねあの片目だけあるんですけどそれがフリーメイソンのマークだって言われていたりまたちょっと「G」って書かれてなんか何だろうな うう G と書かれている、はい、あのフリーメイソンの、ね、マークとかもあるんですけども実はそのマークがこの沖縄市のすぐ近郊ので,す、ねうん、で見られるんですよね。ただそれだけなんですけど、はい、いろいろ調べてみると実はペリーさん、はいまあ、江戸時代に来たのかな、うん、その頃来てですね実はこの、はい 那覇港の近くに。このガジャンビラという。ありますね。はい。あるんですけども。うん、どうも、そこのですね。うん、この。石積みを作ったのかな、どうも。はい,は,いはい、はい、はい。で、それが実は。この。このフリーメイソンの。マークの。この。マークをかたどったですね。はい、石積みになっているらしいんですよ。へ大きいの。の大きい。あ。 上空写真から見えるグーグルマップとかでも見れるんですけどもでさらに驚いたことにこの新都心の公園もこのフリーメイソンのマークになってるらしくてでなんかまあね沖縄とは関係なさそうな秘密結社ですけどもなるほど沖縄市の近くにもあり実は那覇に2箇所もそういうマークが大きく はい建造物としてねあるというえー、お話でした。まあ今日たまたまフリー・メイソンについて調べていると、はい、まあそういうのもあそういうこともあったんだなと思って。ナナさんの話さ、うん、全然期待してなかったけど一番面白いね。うん、面白いですね。<laughs> はい、本当にこれぞ都市伝説。そ<う>、うん、この年このフリー・メイソンのマークって、うん、あのー、あれなんですか？それしかない？秘密結社の人たちしか使ってない？いやちょっと。 あのハサミとか定規とかのあそうそうハサミなのかね定規のやつですよね G って書いてあるそうそれだけかちょっと分かんないですねただあっちの坂のところにもそういう建物ありますよねそうそうその坂のことですあっちの坂ってどっちの坂このライカムライカムからこうそうライカムの A&W の手前ぐらい左側にありますよねあれって なんかもうあれと折り交してちょっと宗教みたいに見えるんですけど、そんな感じなんですか、うん？なんかこのウィキペディアで見ると、ごめんなさいね、<う>ウィキペディアで見るとやっぱなんかそういう団体なのかな？<ー>なんか儀式とかもやるううようなことも書いてますね。ね昔からあるけど、うん、知ってる人がいないんですよね。うん、ねそうそうね。あ,そうなんあの人がいないの？うん、いや人も見たことないですね。あくまでもそこはフリーメイソンそういう秘密結社のそのいわゆる 秘密に集まる場所っていいう意味合結構大々的にまあごめんなさい実際そこがですねフリーメイソンの人たちが使っているかどうかは分からないんですけど2階建てになってて1階はまだ使ってるので2階は貸してるそうですうんいい人にうんだから多分1階はまだそういうフリーメイソンの皆さんが使ってるんじゃないですかねでもフリーメイソン系の話だったらそこじゃなくてあっちが有名でしょどこは 国体道路にもある。もうちょっと詳しく言ってみ。チャタンになるけど、国体道路沿いの大きいマンションみたいになってるんだけど、真っ暗なんです。人が入ってないですよ、全然。マンションにどっちがゴッパチ向けで右ゴッパチ向けに下っていったら右側です。下に何か入ってる下に何か入ってます。お店。そうであそこそういえば。 暗いかもしれないね。暗いんですよ。だからこの噂が立ってるんですよずっと。フリーメイソンの。そうなんだ。僕は信じなかったけど、秘密結社が秘密裏に活動してて、その秘密機密として使ってるなら、もうちょっとバレバレちゃう僕らが知ってる時点でと思って。そうだね。だから違うんじゃない暗殺されるかもしれない。こういうのラジオで。言っていいですかコメントもそれに対しても。 直江さんが話してる途中で来てるんですよ大塚健二さん日本にフリーメイソンありますね年会払えば誰でも入会できない秘密結社でもなんでもないっていうそうなの？そうみたいですね普通に入れるんだ年会費いくらかな。そうなんですよ あのね陰謀ネタとして有名ですねってルドルフさんも言ってるんですけど意外とこう政治活動してる団体みたいですねああそうなんだ事前活動とかもしてんだよね確かになんかそういう風に書いてますよねだからねまあでも面白かったですねすいませんそういうネタ無理やり持ってきましたよありがとうございますさあメールも来ておりますまつさん ゲストちなさん、もこつさん、みきさん、くわえさん、<laughs> 山内さん、こんにちは。こんにちは。都市伝説、<laughs> 口裂け女。<お>美容整形の医療事故をメディアが医療関係に物申すタブーを犯して遠回しの記事になったという都市伝説がありますよ。<ー>はい、幽霊話などは噂話が都市伝説になりますねということで。うん、どうですか、<ー>この話。口裂け女,、ね、<ー>女は。 うんえー、美容整形の医療事故メディアが医療関係に物申すタブーを犯して遠回しの記事にしたというなんかそういうあの都市伝説の生まれ方っていうのもありますよね,ねなんか信憑性がこれますというか、うんうん、これそ,のそ,のそれが理美容整形の失敗ってあるじゃないですかだから口先女が苦手なものも、うん、都市伝説として。 あるんですよ。皆さん知ってます口裂けは。うん、違う。何ですか?。塩?。違う。傷口に塩。<laughs> 口裂け女が苦手なもの。<laughs> これを持ってれば大丈夫っていう。まあ、持ってればっていうか、ちょっとおかしいな話ですけど。はい、あのー、男性用のポマードの匂いが嫌いらしいんです。ん医者の匂い?。 呪文でポマードポマードって言われたでそれは彼女を手術した胃がつけてたらしくて、うん、なるほど、えー、その匂いが苦手だからっていう話は普通に一般的にある話で聞きました妖怪の話で、えー、ポマードって臭いの <laughs> うん ま臭いっていうか確かにちょっとおじさん臭いねおじいちゃんの匂いねおじいちゃんお医者さんがポマードつけてたからその匂いがっていうそうそうその医者が来たって思うらしくてほど。懐かしいっていう話ですけど本当かな本当だよだからそういうのがやっぱりいいですよね都市伝説のこのなんていうの形成していく。 ね、土壌になっていくというかうん、うん、はい面白いですねなんかいろいろつながってくるからね、うん、面白いよねよく考えられてますね <laughs> なんか沖縄のこの, <laughs> このおもろそうしじゃないけど偉人伝とかあるじゃないですかいろいろそういう偉い人たちの話とか昔話も、うん、そういう風にあの弱い人が殺されたとか、うん、偉い人が多分したことを隠すための英雄伝にされてるっていうのも多いですよね ねっあの英雄のあれを隠すためにとか犯罪を隠すためにとかそれは隠されて全然違う話になってっていうの多いですよね聞いたことはありますねただ具体的にごめん出てこないからんていうのそれを言えないんだけど例えば歴史で言えば別にこれ都市伝説今の話とちょっとずれるけど 坂本龍馬って有名じゃないですかあれしたと、えー、日本を救ったみたいな変えたみたいなでも結局西郷どんの召使いだったっていう説もあるの知ってます<あ>そんな感じですよねそ,そうそうだから結局こう全部作られたものだよみたいなそれを証明するチームがあるみたいな結局手紙とかも全部西郷どんが結局自分が表に立ったらいけないから、うん、全部それを 要するに坂本龍馬を英雄にして表に出したみたいなそう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 いうのもあるという西郷んすごいさ西郷んがすごかったみたいなただこれは本当にただの説なんで僕は坂本龍馬好きだからそれは信じたくないそういう話ですなんじゃこれははいじどん。もう鼻で笑うしかないよね じゃあどうしましょうかあと一個ぐらい言っときたいんだけどちなみにミキじゃあミキ都市伝説ね本当に知らないんですよそうそうそうまあだから最近最近のじゃミキについてる聞き漁の話しますかいいね行きましょう聞きたい聞きたいんかあのねたまにさミキがこんな人がんか寝てるときにはいはい 肩押されたり首絞められたりする時があるって言ったじゃないですか、うん、なんか悲しばりと違くてですよたまにあるんですよ、うん、なんかいろんな人がついてきちゃうみたいで、うん、それでお母さんが最近、うん、みかん夜中帰ってきた時にミが、うん、いてたらいきなりこの歯ブラシの部屋を開けて歯ブラシの部屋を洗面所ね洗面所 <laughs> 洗面所開けてあんたよっってからまた誰連れてきたのって言ったんですよ、うん、はって言って あのー、二人で帰ってきてるって言ったんですよ。<ー>でミキと同じぐらいの人が二人で入ってきよったから部屋、あのー、ちょっと肩パンパンさせてって言ったんですよ。嫌、うん、だって言って、うん、あのお母さんに触られたらなんか余計にこじれそうだからいいよって言ってそ <laughs> <laughs> ういうこと <laughs> あめんどくさいめんどくさいって言ってからいいよって言ったんだけども、うん、いいよって言ってからやりよったんですよ。うん、でまあいいやと思ってどうせ こんな生きてる人だったら何もできないからなんか死んでしまったら嫌だからそのまましいっとこうと思ってやってたんですけどあのそのまた何日か後にお家に帰ってきて夜中帰ってきたらあのミキはドア入って閉めたらなんかねスカートがねミキの足首に当たり寄ったんですよ1人で帰ってきたのにあっと思って。 誰か人がいたのは見えたわけじゃないんですけど、うん、明らかに右に続けて入ってきよったわけ、うん、でふうーってちゃんと当たりよったわけ <laughs>、うん、布が「あーやべえ」と思ったんかこれもしキは知ってる人とか友達だったら嫌だしどうしようかなーって今悩んでるところですな、うんで一きによってわかったのあっ森屋さんが言ったはは <laughs> <laughs> 相談した相談した、うんうん してそのままこれは怖いものなの？うん、怖くはない。怖くはない。え、息量はダメなんじゃない？うん、なんか息量の場合は、うん、うんなんか怖いっていうか、うん、死んでしまったら大変だから、うん、どうにかあのー、どうにかどうにもならないように離れてくれないかなって思いますね。 ああ怖いって聞いたけど違うんだね、うん、ちょっとの嫉妬とかから生まれる時も多いんですよだからあっちにしては何も思ってなくてっていう場合も多いので、うん、あもう勝手にもう生きるようになってりちゃうってことだねうう、うん、本,人も本人も分かってない時も多いらしくてどうにかミイのことを嫌いになって離れてくれないかなと思って文句言ったりする。 もうなるまだ笑ってない感じわからあままだわからないわからないなるほどいいですね盛り上がってきましたねさえっとですね CM の後これリスナーさんからも結構来てるのでマジすか楽しそれを紹介していきたいと思いますそれでは CM なんかあんまり更新されないですねもう一回やっていいですか 皆さんごめん一回消しましょうねすみませんねコメントが更新されてないので一回消しますじゃあどうする俺からやってミッキーさんやるかあなみにミッキーも持ってるの持ってる持ってる持ってる何 <laughs>、ね、さんいくついく 1>, ?1 歳ぐらいあっ10か月,10ヶ月何くん

反対の意見もないと面白くないですよね。うん。でもウォルトディズニーもフリーメイソンだったっていう噂が都市伝説としてあるって、あよ地下にバーがあるって聞きますよね。あ、うん、それも都市伝説であるんですよ。ディズニーランドに。そうそう、うん、バーっていうかのカジノになってるっていう。ディズニーランドの地下が。でビップしか入れない。あ、それはまた別。あ、それはたあれはただのあのあれです。本物？本当の話？本当の話です。あ、本当にあるんだ。

さあ、お送りしております。骨格トワーズでございます。今夜は頂上現象スペシャル都市伝説編でございます。えー、と、ここでですね、メールが来ております。これミキちゃん読めるかね。はい。大丈夫。はい。軍団さんからメールが来ています。お青の軍団さん。はい。こういうの興味あるんですね。ねありがとうございます。この時間では初めましての青の軍団です。心霊スポットの話あるよって。 車の免許取ったらまず行くのが放課後の商業高校巡りと夜の心霊スポット巡りさ同、うん、<laughs> 同じじでですすねね、うん、俺なんかが高校の時に石川のここがでにあった廃墟があってさよく行ったわけさ、ね、雨の日に年数名で行った時にた誰もいなかったのに建物の外に出たら、うん、屋上に赤いワンピース着た小二くらいの女の子が傘を差して立ってたわけさ。 屋上行くのに一箇所しかなくて、すれ違いって、すれ違ってないのにだよってうんあれは何だったんかやということでうん出ましたアパートの廃墟だよねうんアパートあとねイスカのね赤いワンピースの今も壊されて乙腹っぱになってるあないんだ今うんうん、出ましたこれ体験談ですねー来たね乙来たね ここもまで有名な話じゃ有名な話あそうなんだなんかでもあれじゃない何が出るとかっていうのはあんま聞いたことなくない僕赤いワンピースの女って聞いたことあるあ、マジでえそうなんだへえでも実際見れるってすごくないねうんその僕も割と近くに VF というのがあって VF って皆さん聞いたことありましたねダンスオールですよねダンスオールあの「FM 沖縄の行く手前」 そうそうそう,そう火事になったっていうあれが廃墟としてまだ残ってて、うん、でそこに行ってそこにも例えばあの2階に白いこう人がいるよとか、うん、人影いるよみたいなの女の影、うんあのー、聞いてたんだけどもう一切見たことがない <laughs> これ VF に関しては僕地下って聞いたんだけど山田さん地下探したんですよ <laughs> 決死の思いで <laughs> あっほ、うん <laughs> なかった ないって言うよねないないないもうめっちゃ探しました僕らねもう慣れるまで行ったんですよ夜慣れるまで慣れるまで慣れるまでそう恐怖がなくなるまでだけどなかったですね地下はあっちはなんかあれっていうねベトナム戦争の時に 死体を安置してたってマジ <laughs> それ知らんかったあそこにダンスホールを建てたってことですかあもともと退役軍人とかが、まあ、遊ぶ場所だったわけ、まあ、あ<ー>ダンスホールとかも含めてねはい、はい、でそこをベトナム戦争の時にあっちでたくさん戦死するさ、はい、でいっ本国に送る前に沖縄にもも運んできてそこに安置してたっていうあ<ー>であでこれとは違う場所なんだけど まあ,あるまあこれ、議員さんなんですけどね、人が若い頃あの辺で働いてて、その、なんていうの、やっぱ大きいホールみたいなところに、実際にそういう遺体があったのは見たことあるよって話をしてましたね。VF の ?VF のところで、あと、他にも何か所かあったらしいんですよ。だから、その辺は、実際にあったよっては言ってました。なるほど 青、えー、の軍団さんが来てますね <coughs> VF の地下の入り口って言われてるところ、うん、入り口の左側にあったぜって怖くないうーん俺なんか全然見つけきれんかったよでも <coughs> <coughs> 僕らは2階にも地下にも行ってないよね僕はもうあの入りすらしていませんね <coughs> <coughs> 入ったんじゃない一回。入りましたっけ。うん入ったよ。一回入ったことある。なんか俺は恐怖を克服できる回数ほどそこ行ってないけど。一回入った。僕はあの現場にはよくね行くんですけど、一切車から降りないタイプなんですよ。そうそうもうかなりのもんみたいですね。おお。強者です彼は。そうなんですね。ちょっと V F で言えばですね、実はあの V F の隣にレストランが。 レストランかよく分からないんですけど敷地内にあれレストランでしょどうなのかねどうなんですかね軍団さんあのねあそこに明かりだけがついてて僕らも好奇心でまず訪ねてみようと行ったんですよでコンコンコンってやっても誰も出てこないですよでも明かりだけついている。レストランてて聞いたともうそれが 僕は VF で一番怖かったですね。<ー>誰も出てこない。意味がわからんと思った。いるす。知らんけど <laughs>。怖いね、でもねああ。怖いっすよ。さあ、えー、続いて大塚健治さんから来ていますね。ねねえー、中学校の頃だいたい40年ぐらい前。 こっくりさんが流行っていて、うん、友人と放課後4人でやりました一<う>人ぐったりしたかなと思うと四つん這いになり、うん、廊下を走り2階の窓から飛び降りました<ー>そこで倒れて1階に行ったらケロッとして何したか覚えてませんでした無事だったんですねすごいね<ー>こっくりさん都市伝説ですねこっ,さんこっくりさんもんこっくりさんもね、うん、流行りましたね、うん コックさんって本当やったことある？学校でもうしょっちゅうやってた。本当禁止になったぐらい。<ー>動かしました。動動いた？動いた。動いたけど、うん、<の>はいまたどうぞどうぞどうぞ。誰が動かしてるかわからないけど。<laughs> 誰も動かしてないんですよあれは。あ、四人でやってる。あ、そう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 四人でやってるから。うん、<laughs> ギャラリーがいます、ね。うんうん。 どうですか美希ちゃんとかやったことないのこっくりさんないですねこっくりさんだけはなんか嫌いでしたなんか嫌だった周りやってましたやってました相当やってた悩みがあったらこっくりさんみたいなじゃない感覚であれはどうなんでしょうかねさあ大塚健二さんねそれ以来学校で禁止になりましたそりゃなるでしょうね二階から飛び降りたらね さあそしてですねえー、きなっこさんからも来てますうちの母の四十九日前のある日私が内緒で棺に入れたお金がお金に不満があったのかおじさんの夢枕に出てきてクレームつけよったよ。うんえー、死してなお笑わさなお母ちゃん。 ナイス<ー>ということで,です、ね、面白いですねこういう足りないって言ったんですか、ね、<laughs> 足りないって言ったんですかねきなっこさん <laughs> いいそうだよねきなっこさんもいいそう、ね、<laughs> 確かにそしてもう一件切っておりますメール、えー、青の軍団さんもう一つ「やかから女村に抜ける山道の途中にトンネルがあるさ」うん、仕事で通った時に子供の あーあーっってうまき声が聞こえよったわけさ「空耳か?」ってラジオ消してガラス開けて耳凝らしたら「あーあーってまた聞こえよった。<laughs> <laughs> 俺言いたくないんだけど <laughs> 下手だよね死に怖いバックミラー見たら怖いからスピード出してトンネル抜けたわけさ <うん S 1> したらよ <laughs> なんということでしょう <laughs> 俺の数十秒後に保育園のバスが出てきよったってば <laughs> あのめき声は子供たちが窓開けてしてただけやっさって <laughs> どうですか、<laughs> このうち。えっと、とでし白いですね。えー、っとですね、ルドロフさんから来てます、ミッキーさん、頑張らないとうさんくさい話ばっかり。<laughs> <laughs> 説得力がないですね <laughs> 今日は、私、あれなんですよ。そうなんですよ。否定を許されてない、うん。そう、否定を許さない。なんで、なんで。<laughs> 今日も、単純に楽しもうっていう。楽しくない、否定がないと。<laughs> なるほど。じゃ、あ否定にもありますか、ミッキーさんね、これから。ただ、ミッキーさんもね、話を用意してきてるので。お<ー>はい。まあ、まあ、まあ、用意してきてるというか。うん、あのー、まあ、この辺ですね、まあ、この辺でもあるんですけど。はい,はい。まあ、どことは言いませんけど。うん、あのー、私も。 地元でであるよくやっぱり噂噂話として聞くんですね霊園があってその近くには川が通ってるはい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 でその近くにはどこかの昔のお偉いさんのお墓も確かにあるんですよ上に王様のね王様の。でそこはやっぱりどうしても本当に昔からそういう。 変な話が絶えないまあ何を見たとかじゃなくて、うん、そこに行くと何かを感じるというような話ででただ僕も、うんあのー、そこもちろんもう地元なので普通に歩いてもよく通りますし、うんはい、今でも、ね、毎日車でも近くを通るんですけど、うんあのー、一度だけ小学生の時に、うん、まあ あのー、ちょっと身内に不幸があって、はい、そのお葬式の帰りに、うんうん、もう私小学生なので,、うん、で本当にもうずっとお通夜があって、うんあのー、自分のお家に帰る途中もう帰る時間帰る親の車に乗ってうん、うん、なのでもう本当に夜中回ってたんですよ12時うん、うん、1>, 1時ぐらいで後ろの座席でもう小学生ですから、うん、もう。 こっくりこっくりと鈍いしながら、通ってると、そこで。何か大きな。火の玉らしきものは見たことがあります。<ー>うん、で、これは、み、さっき道って言いましたけど、あっちのおじ、うん、おじですね、おじさんにあたる。方が、うん、あの急遽亡くなられて。うん、で、あの普通に。 あのおじさんの実家、まあ、つまりうちのおばあちゃんちで通をしてたんですけどはい、はい、その帰りですね、うん、見てで私まだ小学校何,何年生3年生ぐらいだったとうん、うん、あんまり感覚的に分かってないです人のの死っていうがだから悲しいとかそういう感覚ではなくて、うん、ただ亡くなったよってだけ聞いてうん、うん、よく分からずに、うん、だから怖いとかそういう感覚も別に何もないんですけどうん、うん、その帰りにそういうことが人生に一度ありました。 でこのおじさんとはとてもあのなんですか僕懐いてて大好きなおじさんだったんですね。で沖縄にはいなくてあの県外に出てて、うん、亡くなられて飛行機でうん、うん、沖縄まであの遺体を持って帰ってきてその日の夜の話なんですけど、うん、だからまあそれがちょうどそのいわゆるよくネットとかで持ってるこの場所の まさにその場所なんですよ。なるほど。<ー>なるほどですね。あのあ、ー、たりってなんか重いですよね、空気。うん、<laughs> なんか、あのー、暗いよね。暗い暗いですと思います。なんですかね、あの感じ。ね。うん。んやっぱちょっと森とね川があるからね。うん、暗いあの実際にね実際に普通に照明もないから暗いっていうのも。うん あるかもしれないけど、なんかどんよりしてる感じはあるよね。とってもなんかそういうね、さっきちょっと話出たけど、そういう土地ってなかあります？あるあるある。地域とかもあっちも絶対そうだよね。なんか暗いしどんよりしてる。で、糸満とかもそうなんですよね。どんよりしてるでしょ。糸満とかも。え全体的にですか？全体的じゃない。あのそういうポイントがね。そう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 。なんかどんよりしてるところあって。 要するに晴れの日でもなんか暗いよなみたいなどんよりしてるよねっていうスカッとしないというか、うんうん、ね晴れの日でもねなんか湿気が高い感じも、うん、そう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 そ,うそ,う<笑><笑>その辺がねやっぱ不思議なんですよね、うん、この火の玉見た時おじさんだって思ったんですか,かそういう感覚も子供ながらに全然ないです<ー>あれが火の玉だっていうのも今大人になってあれが火の玉だったのかなって 思ってるだけで、その時にあ、h i r だって思ったわけでも何でもないです。うん、ただあ、炎が燃えてるって<ー>誰かが焚き火してるのかなって本当はそんそんな感覚で通る車で通り過ぎた一瞬なので、あのー、でも浮いてたんでしょ。あの揺、ー、らゆら。大きかったです撮っても。火が色は普通に火の色ですよ <laughs> <ー>。<laughs> どんぐらいなの大きいって。人ぐらい。 うん人ぐらいえー、えー、素朴な疑問言っていいですか、うん、そんなの見たのになんで幽霊信じないんですか、うん、私もまあまあでもそれはね <laughs> あれかもしれないさね違い誰か本当にたっきりしてただけかもしれないさね <laughs> 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 これが何なのかは証明はできないし、うん、証拠がないから、はいうん あの見たことは見たかもしれない。僕は本当に見たかもしれないけど、うん、あのま火の玉であるという証明もできないってことですね。そうそう,そう,そうだから、そういう意味であの信じてないんじゃないですかうん、うん、証明できてないからないんじゃないの？って言ってるだけではい。はい<ー>、なるほどね。さあえー、まつりさんからメール来ております。えー、霊は一人寂しくしているので、ふとした瞬間に気づいてくれる人がいたらついてきてしまう。かわいそうな人うん、うん、かっこはてな。 立ちだそうですだから線香を一本立てて早く成仏してください私はこれくらいしかできませんと心の中や言葉に出してあげた方がいいと聞きました線香の日があのように導く光になるそうです何か不思議なことがあれば線香を立ててあげてくださいとのことです。ここれれ逆のこととと言うう人もいますすよねね、うん、を知で 言ますよね、そういうもともと生きてる人だから生きてる知らない人に話しかけられても勝手なことお願いされても嫌じゃないですか、うん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 、そうだねっ、うん、って言えばいいあなたみたいにチューバーはできないんじゃないですかねそうなんですか怖いよあ続いて青野軍団さんこれは本当の話高校生の時にヒーオーバーが。 状態で今夜が山って言われて親戚が集まったわけさ、うん、10時前に部活から帰ってきて家に入ろうとしたら我が家からバレーボールぐらいの大きさの青白く光る玉が出てきよったそ<ー>したらその15分後に寝てたおばあがゴほって大きく咳してなんか変な感じがして母ちゃんなんか呼んでみ,てみたら。 なくなってたってばあれはおばあの人玉だったはずって思ったということですねこういう不思議なね経験されてる方もいますね本当に結構コメントとかも来るね来ますね人玉は結構多いですよね目撃談やっぱり俺見たことないんだよなあるんですけどね人玉の話はねこの中見たことある人います人玉ミッキーさんぐらい はいさんないはいさんなんもないよいは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 はい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 ははい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 はははい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 は 入ったんですかね最近行ったよねつい最近行きましたまだあるの七浴人もなかったよねなかったなかった建物はあるんですけどはい、何もなかったですなるほどなんか置物がねあるっていう話があるさ七浴人のははいい。なかったよねなかった何もなかったですさあお送りしてきました捕獲トワーズでございますもう時間となりました 早いですね、早いですね僕調べたの全然紹介してないですけど、ね、<laughs> 人魚の話聞きたかったな、ね、これちょっとね、まだあるので、うん、あのまた次回やりたいなと、これ捨てずにね、うん、人魚の話あるの人魚の人話もあるし、ほこらの話とか、いろいろあるんですよ、しかも沖縄市とか、そう,そうそうそう、そうん、森川公園の話とかね。うん、はいあ 1>, 1個だけ言おうかなじゃあ、うんえー、沖縄に地下鉄がない理由皆さんご存知でしょうか、うんえー、沖縄県には地下鉄が存在しません沖縄は第二次世界大戦で日本と連合軍が地上戦を行った場所で多くの軍事拠点がありました当時日本軍が秘密裏に開発していた最終兵器が本島の地下研究し施設で作られていました 結局、この最終兵器が表に出ることはなく世界大戦は終結したので地下に眠ったままそのせいで今現在地下鉄が作れないということですね<ー>これは最終兵器最終兵器がありました最終兵器作られてました何なのかねえっと水爆的なものです<ー>核ですかじゃいや核ではない <laughs> 水爆って僕言いましたよね<う> <laughs> 水爆って核じゃないの <laughs> 分からんけど基地の下にいろいろあるって聞きますね <laughs> そうですよ入れないってこと危なくて危なくてもそこはもう作れないんですよななんかシェルターするのかねうーなるほど、ねうん、だから今実は地下駐車場を作ってるよっていう構想が進んでるんですけど、うん、あれは駐車場じゃなくてその巨大このあれを爆弾を撤去しようとしてるとこなんですよ はい、どこの駐車場。なんか沖縄です。本当。駐車場を作ろうとしているっていう話があるっていう。そうです。違う違う、山下さん、こうで地下駐車場を作るのは、その地下にこうやって最終兵器が埋まってるの。をバレたら困ると、だから。 あのところどころに地下駐車場を作って地下には何もないんだよアピールをしてるんじゃなかったっけ<ー>そういう話じゃなかったそうですそうですだよね <laughs> そうです大丈夫かいカモフラージュで地下駐車場を作って <laughs> そうなんですね、うん、ちょっと違いますねそうそう、ね、だからあの人が嘘つきなんです、ねね、あさあお送りしてきましたカクく問ーズですが皆さんいかがでしたでしょうかこれね、あのー、第5週が え月曜日当たった日は頂上現象スペシャルということでこのようにお送りしていきます来週はまた真面目にこの沖縄市のことなどなどについてお話ししていきますのでまた来週もぜひ皆さん聞いてください、えー、お相手は上上とととと美希中山内でしたそれでは皆さんまた来週ようさよなら